五福島神社は山口県下関市上新地町にある神社である。宗方三神として以下の三つの神を祀る。五福島神社記録帳によると、自称、樹衛の乱の時代、平家の守護神として、秋国の五福島神社の分霊を安徳天皇が乗る餃子船に祀っていたが、乱の裏の戦い屋と磯辺に放棄されていたという。その後、地元住民に我は、 五福島姫の神なり、早く祀るべし、かしこの岩の上にありとの信託が下された。住民は不思議に思いながら、そこに行ってみると、磯辺に丘が見立ち様のものを見つけた。文治元年住民たちは社殿を混流し、秋国五福島神社より文霊を改めて誕生した。元禄十七年社殿を再建し、天明七年拝殿を治む立てした。明治七年豪社に列した。 高杉晋作は、1866年の4、堺戦争に挑むにあたり、当神社において、戦勝祈願を行ったと言われている。小倉口の戦いでは、長州軍は、騎兵隊、報告隊の2隊を先鋒とし、戦い、同年8月1日、幕軍総帥小笠原意気守るが、小倉城を脱出した。その際、小倉藩は自ら城に火を放って敗走したが、 攻めいった長州軍は、余人の中から、この太鼓を持ち帰り、高杉晋作が、戦勝祈願を行ったい島神社に、大御家へのお礼として奉納したという。この太鼓は、現在も、本神社にて見ることができる。1992年6月17日未明、不老者の放火により、社殿を全焼するという被害に見舞われている。その後、 1> 第1期工事として2001年5月に本殿が再建。第2期工事として2007年4月に拝殿、水垣、翼社が再建されている。ABC ・五福島神社山口県神社町、JR 西日本下関駅から三殿交通のバスに乗車。五福島神社前バス停から徒歩で1分。ありがとうございます。